こんにちは。今回はですね、バージョン 1.20 の機能について触れてみたいと思います。さあ、バージョン 1.20 ではですね、一番メインとしては、パストレーシングのですね、アンチエリアスがですね、改善されています。パストレーシングの、ちょっと今回ワイヤーフレームをカットしてですね、パストレーシングのモードにしてみました。レンダリングエッジのですね、スピードなども変わるようです。で、こちらで、エクスポートですね、したものですね。これを、比べてみたいと思います。画像としてはこういった形の、違いになります。今回ですね、レンダリングのした時のですね、アンチエリアスがですね、4倍になったということで、かなりこの滑らかさですね、自然な滑らかさが出ているのがわかります。こちらのアプリで最終レンダリングですね、綺麗なレンダリングを出す方はですね、非常に大きな違いとなって出てくると、仕上がりになると思います。そしてですね、両線の編集の部分も挙動が変わりました。こちらはバージョン 1.1.9 の画面になります。さあ、こちらで両線を選択して、こちらのエッジを削除します。そうするとこういった表記になります。残っている構成されたポイントや面などが有効になっている状態です。これ厚みがないのでね、ちょっと方向によってはこの表記がおかしくなりますよね。こちらがバージョン 1.1.9 のこのエッジを削除した場合の画面の表示となります。こちらはバージョン 1.20 の操作画面になります。さあ、こちらで同じようにですね、エッジを選択して、そして、このエッジ部分をですね、リゾルブ、いわゆる削除していきます。そうするとこういった形になります。立体的にですね、構成されないポイントなどを削除して、立体としてご表記するような感じですね。ということで、これ面がもう貼られてしまうんですね。こういった形の挙動になります。今回はここまでとなります。